皆さん、こんにちは。皆さん、お忙しいところ、フェロティックホリディンズの説明会、オンラインでご参加していただきまして、誠にありがとうございました。私は、フェロティックホリディンズの代表取締役社長、ガーと申します。これから、私から、フェロティックの現状と、フェロティックのこれから3年間、どうしたらいいかというのを、 事情をご説明させていただきます。皆さんご存知のように、フェロテク今年はかなりのスピードで成長してきましたと。第3クォーターのところは、あの、我が社はもう大体は今年来年の3月、えっと、売上と利益は大体1年間前倒しして、あの、一応全部達成できるようになってくると、いうふうになっております。 それと、我々は、じゃあこれから来年もどうしたらいいかということもいろいろ考えなければいけないと。まあ我々皆さんご存知のように、つい最近公募していただきまして、その公募資金は我々の来年、再来年の資金の充当をして、新たに新しいのビジネスを展開していきたいというふうにと思っています。これから私はもうちょっと詳細のことを皆さんにご説明していただきます。 まあ我が社のセグメントは一つは半導体関連の材料関係、サービス関係、機械関係。二つ目は電子デバイスのサーモンモジュール、パワーデバイスの DCB、AMB、DPC。三番目は我々は最近新たに電気自動車関連のアプリケーションの製品をどんどん作っていきたいというふうにと思っています。だから 我々は今回の公募するときも皆さんにご説明したように我々がまず一つはえっ、ー、とサーモンモジュールのところ我々はあの基本的にもっと増産していきたいともっとアプリケーションのものを作りたいとでそれで我々がもうスペースがなくなって今回は定山工場の中に拡張して今新しい工場は作っております来年の5月ぐらいは春高 していくというふうにと思っています。二つ目は我々のメタル関係。メタルがあの皆さんはおそらくあの我々真空シールはよくご存じておりますので、ただ最近我々真空シールだけじゃなくて真空スペアパーツ関係、真空チャンバー、あるいはロボット関係のスペアパーツはどんどん今は成長してきたと。その規模は真空シールの3倍、4倍、 これから5倍ぐらいまではいあの行っていきたいと。いいふうにと思ってます。4年前、我々が定山工事を作って、その時は、まあ、あの、少しずつ成長していったらいいかなと思って、逆に、この2、3年間の間に、どん、全然落ち着かない。それで我々も新工事を作らなければいけない。 それもサーモンモジュールと同時に我々はあのそういう新工場が作ってだいたい来年同時にあの5月ぐらいが竣工する予定になっております。3番目、我々の石英、皆さんご存知のように石英の方が我々機械加工は全世界もう一番になっております。機加工はおそらく3番目になって それでも我々は全然あの、追いつかない。もうお客さんからの、特に装置メーカー、日本、アメリカ、中国からの注文はどんどん増えてきたと。それでどうしたらいいかということを、我々はまず定山工場の中に第2期の非核工場を作って、今は定山工場の中に非核工の人員は150人ぐらいいます。それと、 もう、もう一つ、あの、考えたのがトンダイの設計工場。それも、あの、比較の現場を作ると。それで、あの、このトンダイの比較の現場工場は、おそらく来年の2月ぐらいは完成するという予定が入っております。これで、我々今計画しているのは、3年間以内で、我々は全世界一番大きい、あの、比較を会社にしたいと。 その時は、非核工の人員は、おそらく500人ぐらいになります。ただ、一方、人だけじゃなくて、我々は自動化もかなり進んでおります。だから、非核工の中にも、自動化はどんどん進んでやってもらいたいというふうにと思っています。それで、4番目のところは、我々セラミクス。セラミクスも、我々は思ったより早く成長してきたと。 それでも我々はキャッパーは全然足りないと。じゃあどうしたらいいか。それも今新しいの工場を作るということを検討している最中です。それもあの来年の第一クォーターから着工したいなというふうにと思ってます。そうするとあの中国の中にあの供給するというのをセラミクスは新工場から供給すると。今の半数にある工場は全て海外向けにあの供給していきたいというふうにと思ってます。だから おそらく、このセラミックスの、あの、希望も、あの、今の、あの、倍ぐらい以上はい、けるというふうにと思ってます。もちろん、あとは CBDSIC も、我々はかなりのスピードで、今は34%ぐらいの成長をしてきたというところまでいろいろことをやってきたと。それと、まあ、あと、我々の、えっと、本社ビール、もうフェロテクは今、中国の中に30社ぐらいの子会社あって、じゃあ、 どうやったらもっとうまくコントロールできるか。それで、あの、やっぱりフェロティクの本社、あの、中国の本社ビール、あるいは本社のあの、機能は持ってた方がいいというふうにと思って、それで今は11月の30日、えっ、ー、と、中国のフェロティクの本社ビールの着工式は行いました。上海で。それでもう、多分おそらく来年の11月は、竣工する予定ということになっております。 だから、あの、我々はもうかなりやることがいっぱいあって、それで、じゃあ、これがあともう一つは、あとそんなに早く成長してきたということで、じゃあ、我々は新しいのビジネスがどうした,どうしたらいいですかということ。まあ、我々皆さんに言ったのは2030年。 三千億円までが、あの、持っていけた、いきたいと。それで、純利益が三百億に行きたいというふうにと思ってます。もちろん、これはま、あの、なるべく、あの、約束通りに、あの、持っていきたいと。それでもう我々、これから、あの、もう、あの、温度センサーの、あの、この市場も、あの、大泉の製作所といろいろ相談しながら、もっと拡張していきたいなというふうにも思ってます。それと、あとは、材料関係のところも我々はいかに、あ,あの、早く、あの、我々は、あの、 新しいの材料を立ち上げれるように、あの、したいと、いうふうにと思ってます。だから、あと皆さんはよく、あとご存じのように、あの、我々の12インチ、8インチの大光景のビジネスも、かなり順調に、あの、推移してきました。それで、あの、ほとんどトップ10の、あの、お客さんはほとんど全部入りましたと。大体は、来年の第1コーターの方から、あの、おそらく8インチは35万枚の体制になります。それで、 えっと、12日が10万枚の体制になって、それで全部フルカードにあさ、せたいと。それと、あともう一つ、昨日私、あの、要するに皆さんご存知のように我々のリクレームのリニネース、それもかなり順調に推移してきたと。今は、あの、もう量はどんどん、あの、増えてきたと。もう来年の第一クォーターはおそらく5万枚から8万枚までは、あの、もう伸びていけると。いいふうにと思ってます。それと、もう一つ、第三の半導体の SIC の、えっと、 関係者の工場も、えっと、今月、先月、順調に進行し,してきたと。だから、あの、ほとんど我々新しいのビジネスやったときは、ほとんど順調にやって、それと、あとは皆さんご存知のように、戦場の方も、我々は、あの、今年の6月は、えっと、創業版にあの申請が済み。 ということで、えっ、ー、と、今のところは、あの、審査はほとんどほぼ終わりまして、それで今は、あの、待ってるというの状況になっております。まあ、もちろん、あの、四社の、あの、IPO のことに関しては、皆さんもご存知のように、まあ、あの、我々は、あの、順調に推移してきましたと。それと、その中には、会社どんどんでかくなって、一番重要なところは人材。もう、我々が今は人材はどんどん、あの、新しい人材入れ替えて、新しいの、あの、はい、 グレードのあの人材はどんどん入れてると。もう博士、あのマスター、どんどんあの入れるようにあのしてもらいたいと。それ一つと、あともう一つ。 あの企業文化もっともっと強化すると。そうするとあのティームワークが作って、それで皆さんが力合わせて、もうこれからどんどん、えっ、ー、と、もうアメリカ、あの日本、もうどんどんあのもっとあのジビジネスの方も強化していきたいと。私の考え方として、もうこれから日本にもうもうちょっとあの20年前、あの中国に力入れるようなところと同じようにあのしたいと。日本はやっぱり基礎技術、ハイテク技術かなり進んでると。それは FT、 えー、ホリディンズに対してはかなり有効になりますので、あとアメリカの方も新しいアイディアはどんどんあって、それも我々有効的に使うと。それと、プラス、あの、ヨーロッパ、あの、皆さんご存知のように、日本と同じような製造業のところはかなり、あの、もう進んでると。だから、そういうたことを考えると、まあ、ただただ中国だけ事業は発展するだけじゃなくて、我々はグルーバルの会社だから、やっぱり、あの、日本は、あの、出発して、あの、アメリカ、ヨーロッパ、東南アジア、 それで中国も一緒に、あの、そういったところ、あの、まで、あの、発展していきたいと。だから、あの、もうぜひとも我々の、あの、時間、本当に、あの、コロナウイルス、あの、集中あの、終結したら、あの、ぜひ皆さんは、あの、我が社のいろいろ工場、あるいは会社に、あの、見学していただく。 えっと、いろいろご指導していただくようにお願いいたします。だからぜひとも、あの、早く新,か新型コロナウイルスが集結して、我々もあの、オンラインはできるようにしたいと。まあ、来、次回は、あの、我々があの、フェイスとフェイスで、この説明会ができるように望んでおりますので、ただ、もちろん我々自分では決められないなんですけども、それぜひとも祈っておりますので、私、今日の説明は以上です。ぜひよろしくお願いいたします。 財務経理統括室の武田です2022年3月期第2四半期決算についてご説明いたします売上高598億円、前年同期比プラス44%営業利益107億円、前年同期比プラス174%当期純利益は173億円これはウエハ事業会社の第三者割当増数による 持ち分変動利益、九十三億円の押し上げ効果もあり、前年同期比では二百四十三パーセント。百七十二億円の大幅な増益です。セグメント別の業績です。営業利益は、半導体等装置関連が四十九億円、二百二十六パーセントの増益。電子デバイスが十二億円、六十三パーセントの増益です。 半導体等装置関連の増益は、好調な事業とともに、ウェア事業の非連結化を反映したものです。次に、売上高を製品別にご説明いたします。まず、半導体等装置関連セグメントです。真空シールは装置向け需要増加に加えて、半導体装置メーカーから受託加工を行うビジネスが新調し38、38%の増収。 半導体マテリアルはトンタイ工場乗山工場の増産体制の整備と需要の増加が相まって43%の増収となりウェア事業を非連結化したことによる減収をカバーしました電子デバイスセグメントではサーモモジュールが53%増収パワー半導体基板では DCB 基板および自動車向け a m b 基盤の量産体制の確立が進み155%の大幅な増収です。続いて連結対策対象表です。現預金が180億円増加していますがこれは投資等に充当される予定の中国子会社の第三者割当増資が主な要因です。建設仮勘定の増加94億円は 再生ウェアハーやシリコンパーツ事業会社等の積極的な設備投資によるものです。純資産の部は466億円と大幅に増加しましたが、これは当期純利益173億円に加えて、中国子会社の第三者割当増資により、資本剰余金が89億円、非試合株主持分が158億円増加したことが、 主な要因です続いて2022年3月期の業績予想についてご説明いたします。売上高は1250億円、営業利益225億円、当期純利益は第2四半期までの持ち分変動利益の押し上げ要因もあり235億円の予想です。これは中期経営計画における 2023年3月期の計画を1年前倒しで達成する水準でございます。セグメント別に半導体と装置関連からご説明いたします。真空シールは50%の増加。半導体マテリアルは38%の増加と増収基調は継続する見通しです。電子デバイスではサーモンモジュールは31%。 パワー半導体基盤は131%と同じく増収見通しです。この度、新株発行及び売り出しによる資金調達を実行させていただきます。資金使途は金属加工、半導体マテリアル、サーモモジュールの増産投資及び中国本部の建設等でございます。中期経営計画において当社は 事業成長、利益成長を徹底的に追求し、3年間の投資計画を950億円と発表させていただきました。今回の投資はその一環となるものです。当社は積極的な成長投資を実行するとともに、財務運営においては KPI 化した当期純利益を重視し、投資リターン、ロイック管理を強化することで、 当社事業のさらなる成長及び企業価値の向上に努めてまいります。